東京皆さんお送りします。水牛の名前は松田優作と松田優作優作もね、今年16歳人間でいうとね、48歳、そしてここは10年前の若牛が今一斉に活躍。若牛はね、元気はつらつで客足も早い。それに比べて今16から22まで中継になった牛が5頭、例えば優作、裕次郎、慎太郎、五味田、海樹、新規という牛はね、2ヶ月ほど前にね、沖縄本島の方にも現れてったの。ここの湯布のアジア牛は定期的によそに数多く現れてきてます。例えばね、皆さん左側の電柱の向こうのここみたいな島、沖縄本島にはビオスの丘、琉球村、関係で数多くもらえる。そしてあとは竹富、竹富にはね、2社あるの。新田観光、竹富観光、新田観光の方には夏子、ピースケ、優子、三郎たち。今ね、ピースケが一番の人気みたい。去年まではね、夏ちゃんとか優子が出演したから。そして竹富には一部ヨーロッパ牛が出てる。ヨーロッパ牛の方はこのアジア牛に比べて一回りでかい。その代わり角はまばら、シルクロンタイルとまたトンガタイ、いろんな角で、アジア牛の角の特徴は角の先にみんな後ろ向いてきます。皆さんからしたらね、あのグリーンの建屋の出口の右側には東大五郎の頭蓋骨が展示してあります。まああいつの角見てね、皆さんびっくりして、まるっきりパケモンみたいな角してるから。水牛の角はね、死ぬまで成長しちゃってるから、これ途中で切ったのだとするとチーフクエだから、奈良の鹿の角切りみたいなのにいかないの。そして寿命はおよそ30年って言ってるけど、大五郎は33歳まで生きたから、あんな化け物みたいな角だ。年を取りするとね、地中で垂れ下がってきたら、普通ね、こんな風になってくんやけど、あいつの角ってはこうなってるからね、すごいですよ。今日もね、900名近くね、お客さんが来てるから、この牛舎今日は20台で来ます。牛はこれからピーク迎えるから、6月1日まで。